ボシャボシャ。これです。今日はですね、替え玉持ってきました。 KED の16番、こいつの植え替えやっていこうかなと思います。上から見た感じだと根っこがね詰まってるように見えるんで、植え替えしてみようかなと思ってきたんですけど、まあ下の方がどこまで根っこ出てるかっていうのは開けてみないと分かんないっていう状態。一応回し継ぎ中なんで、そこまで樹勢落とされても困るっていう状況ではあるんですけど、まあ大丈夫でしょう。抜けないちょっと頑張って引っこ抜きます。あ、なるほどね、これがいるからか。そりゃそうだな。いや、かったー、ダメだ。素晴らしい固定具合です。しっかり固定されてる。これ初期のタイプだな。後半はねこの止め方しなかったんですよ。だから結構前に止めたやつだな、これは。よっ。で、一個抜いていくと。抜けるかな?まずは針金だけ抜くか。抜けました。抜けたんでグラグラさせればおそらくパチから抜けるでしょう。じゃあ抜いていきます。来た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 、よいしょ、抜けた。はい、鉢から抜くことができました。こんな感じです。いやー、根っこ結構回ってますね。すごいよ、下の方までぎゅうぎゅうに詰まってる感じがある。中がどうなってるかわかんないですけどね。あと白いポレステラだから光通して、なんか苔生えてますね。これは気に入らないんで、もう二度と白いポレステラを使いません。僕はですけどね。白いポレステラを好んで使う方もいらっしゃるとは思うんですけど、僕はねこれ好きじゃないんでやめます。なんとなく根に良くなさそうな感じがするんで、白を一枚目に使うことはやめる。今持ってる白は全部最初にこう緑にこう入れて、それのカバー2段目に使うことにします。取れなくなった。はいはいはい、いいか。はい、じゃあ根っこひたすらほぐしていきます。はい、ある程度土落としました。こんな感じね。すごいね、プレステラの形がまるっきり残ってる。中の方にはねまだちょっと土残ってるっぽいんで、少しずつ水かけつつ、水で洗い流しつつ
しっかり追い込んでいこうかなと思います。はい、じゃあ根っこさばき終わりまで飛ばします。はい、さばき終えました。こんな感じですね。コロッケみたいな感じになってるけど、こんな感じでしっかりさばいておきました。裏面がこんな感じになっております。こうね、なんかね、太根もね、やっぱいましたよ。太い根っこも走ってたけど、でもね、大したことなかったですね、本当に。で、ここら辺も太い根っこあったけど、落としたんですけど、本当に大したことない。なんか、ニレケヤキの時、やばかったじゃないですか。でも、カエデは優秀っすね。めちゃくちゃ綺麗にできました。まあ細かいんですけどね、ちょっと上の方の根っこもガシガシ落として、少し粘りが見えてきたかな。こんな感じで、こことかすごいことになってる。こう土かな、粘りかな、いや土っぽいな。ちょっと土が入ってるけど、でも粘りができつつある。めちゃくちゃいい感じです。で、これしっかりね、ここ活着してくれたら、ここの芽が動いてくれるはずなんで、この芽ね、この芽が動いてくれたら、こっち側に枝ができると。はい、そんな感じで遊んでいければなと思います。で、こいつを戻していきましょう。プレステラ、こんな感じね、こういう感じで植えていければいいので、こう、はい、こいつに植え付けていきましょう。固定できました。で、土入れていきますと。はい、土入れ完了。水まきます。はい、水まいてきました。これで完了です。若干最初の時より高く植えてます。高めに植えることで粘りを出そうと思ったんですけど、まあそんな変わんないですね、最初の時と。まあ、高く植えたんで、ここが干渉しなくなったっていうところはあります。ね、最初の鉢がこれ。ここがね、当たってたんで、ここ削ったんですよ。この枝が干渉、鉢に干渉するから、ここ削ってたんですけど、まあ、高く植えたことで、干渉しなくなりましたよと。はい。それだけです。じゃあ、本日の作業はこれで以上です。